どうも、春季の子育てアドバイザーの道山家です。本日はですね、無視や暴言が改善した、成果報告ですね、紹介していきたいと思います。子供がですね、親に暴言を吐くっていうのはね、結構辛いですよね。で、今回はですね、そこで、このね、子供の暴言、かなりこれひどい暴言なんですけど、これがね、改善した佐藤さんという方のね、を紹介していきたいと思います。これ実際佐藤さんからいただいたね、お手紙なんですけど、ここに書かれていることをベースに、僕なりにね、なんでこの方法が効果的だったのかとかってね、そういったことを詳しくお話ししていきます。はい。で、まず最初、佐藤さんのね、お子さん、高校生なんですけど、もともとどういう状態だったかというと、話しかけると、無視したりですね、不機嫌になると。で、知らねえ、みたいな感じで、親に言ってきて、状況がひどい時はね、暴言を吐くっていうような状態だったそうです。で、部屋に引きこもってね、頼み事何かしても基本的には無視をすると。で、友達と夜中までゲームとかスマホをして、遅刻や欠席も多い状態ですね。あと、心療内科で薬もね、もらっていたそうです。結構親としては大変ですよね。その時にね、僕のこのね、オンラインで行っている思春期の子育てプログラム、これを2021年の10月に参加してくださって、その後12月にですね、僕が、小出博文先生というね、フリースクールの校長をやられている先生と、一緒に行った不登校解決勉強会ですね、こちらにもね、参加してくださいました。で、その結果どうなったかというと、この実践後の変化ってところに書いてあるんですけど、子供がですね、話しかける、こっちから話しかけると返事が返ってくるようになったと。で、さらに食べたお皿を運んでくれるみたいなね、そういった頼み事も聞いてくれるようになったと。で、さらに出かけるときにね、どこ行くのって言うと、それも素直に教えてくれるようになったと。大きな変化ですよね。もともとは無視していた状態からですよ。なので、本当にね、お子さんがかなり改善していると思います。じゃあ、お母さんね、何をされたのかってところをね、ちょっとお話ししていきたいと思います。この実践したことってところに書いてあるんですけど、僕の方で解説をしていくとですね、まず最初に、できる限り要求を聞くようにしたってことがね、書いてありますよね。子供の要求をできる限り受け入れるようにしたと。で、あと、進路などは子供の意思を尊重するようにしたっていうふうにも書かれていますね。子供がね、例えばどっか行きたいとか言ったらそこをね、じゃあ応援するよって感じでして、応援してあげると。で、あと、家でゴロゴロしていても何も言わないようにするっていうのもありますね。家にゴロゴロしてるとついね、早く勉強しろとか言いたくなっちゃうんだけど、そこも我慢したと。で、あと、家で明るく過ごすようにしたってことも書いてありますね。お父さんお母さんがね、できるだけ機嫌よく過ごすってことですね。で、あと、誕生日プレゼントは子供が欲しいものをあげたっていうのも書かれてますね。それまではお父さんがね、買ってあげたいものがあって、で、子供が買ってほしいものがあって、ここがうまくつながってなかったと。だから結局買わないような状態になっていたそうなんですけど、これを、買ってあげるようにしたっていうそうなんですね。これをやってあげた結果、このような状況になったと。じゃあ、なんでこれで子供がね、変わるのかっていうところをちょっとお話ししていきますね。いろいろ理由はあるんですけど、まず一つ目がですね、この聞いていい要求をしっかり聞いてあげたっていうことです。っていうのは、例えばですよ、この誕生日プレゼントのところがね、ちょっとわかりやすいんですけど、これ何をね、プレゼントしたかっていうのはちょっと書かれてなかったのでわからないんですけど、例えばちょっと事例を出しますね。例えば、じゃあ子供がアニメのフィギュアを欲しいって言ったとします。アニメのフィギュア。別にこれでね、じゃあ買ってあげようって思う方もいれば、例えば、いや、アニメのフィギュアなんてそんなの何にも役に立たないじゃんって思う人も世の中にはいるわけですよ。で、この時に、いやいや、そんな役に立たないから、最近ね、自転車が壊れたから自転車の方がいいんじゃないのって思って、ここで子供がですよ、アニメのフィギュア欲しいって言ってるのに、いやいやいや、プレゼントは自転車の方がいいと思って、自転車はどうって言うと、子供はどう思うかっていうと反発するんですよ。いや、俺が欲しいのはアニメのフィギュアなんだよと。で、今回ね、この連絡をくれた佐藤さんの方、佐藤さんがこういう状況になっていたかどうかは分からないですよ。でも、なんとなく似たような状態だったと思うんですね。お父さんはこういったものをあげた方がいいんじゃないか。でも、子供はこれが欲しい。ここがずれていたっていうことですね。で、結果的に、買ってあげられていない状態になったと。で、これをね、直したっていうふうに書かれているんですけど、最終的に何をあげたかはね、分からないんですけど、例えば、ここでね、じゃあアニメのフィギュアを買ってほしいと言って買ってあげたら、やっぱ子供は喜ぶんですよね。で、ここでじゃあやってはいけない要求、やってはいけないことって何かっていうと、例えばですよ、じゃあ、高校生だとあれですけど、
まあ中学生、子供が中学生でね、俺はバイクに乗りたいと、だからバイクを買ってくれって言ったとします。うん、でもこれを買っていいかどうかっていうと、これは買ってはいけないんですよ。なぜかというと、中学生でバイクって乗れないですよね、そもそも。だ、そういうダメな要求は聞いてはいけないんですよね。うん、でも別にアニメのフィギュアって別に法律をね犯すわけでもないですし、うん、まああと予算的にもね、まあもちろん高いのもありますけど、まあ親のね、まあこれぐらいだったらあげられるかなっていうルールの範囲内だったら別に買ってあげてもいいわけですよね。うん、だからこういうちゃんと聞いていい要求を多分聞いてあげたからこそ、お子さんが改善しているかなと思います。これもし仮に聞いてはダメな要求を聞いていたら、多分こんな状況にはなっていないと思いますね。で、あともう一個大事だったのが、まあ、できる限り明るく過ごすってことを意識されたってことですね。うん、っていうのは、まあ元々の状態は無視とか暴言がねあったっていうことですけど、なんで子供がじゃあ無視とか暴言をするかっていうと、まあ例えばですよ、お父さんお母さんがまあ家でね暗い状態でいたら、やっぱりね話しかけたくないですよね。うん、でもそこで明るく接していたりすると、あ、なんか話したら元気出そうみたいな感じで話しかけてくれるようになるわけですよ。うん、まあ、なのでやっぱできる限りね、あの明るく過ごすってことは子供との関係を作るっていう意味でもすごく大事だと思います。うん、だからこの辺はちょっとやっていただくと、よりねお子さんが例えば無視とか暴言を吐く場合は改善できるかなと思います。はい、ということで今回はですね、子供の無視とか暴言を改善した成果報告ということをね紹介しました。うん、であとね、僕がですね無料で行っているこの思春期の子育て講座っていうものがあるんですけど、うん、こちらね、あの無料で受講できます。この YouTube のね右上もしくは概要欄からチェックできます。まあ、この中でねこういった子供との関係を良くするテクニックとかね、うん、いろいろ会話方法とかいろいろこうやってお話ししておりますので、もしまだ読まれてなかったら、うん、こちらも一回ねチェックしていただければと思います。